1>, 1分爆末獅子。1分で爆末獅子のことを紹介します。切り抜きだけ見たい方は飛ばしてね。紹介するのは、爆末獅子の顔坂本さん。2008年からニコニコ動画で活動を開始し数々の伝説を残しています。スマブラ64、マリオカート64、やつが来るわ。一度は見たことあるのではないでしょうか。動画を投稿すればほとんどがミリオン動画になります。ちなみにニコニコ動画100万。 再生いくのは YouTube で1000万再生いくくらい難しいとされています。現在派活動の幅を広げつッチ YouTube などでも配信を行い、もちろんニコニコ生放送も続けています。さらに昔は鎖国をしていた坂本さんですが、現在は有名配信者の方たちとコラボ配信をしたり、スマブラの大会などに参加するなど、開国をしています。今年で39歳。これからさらに幕末志士坂本さんの活躍を期待します。 最近の趣味聞く僕のまあくだらねえよでもまあ準備するもん何もないから君ら最近の趣味はさあの毎日必ず寝るわけじゃん寝るでしょうでそのまあ寝るときにさだからうつらーうつらっとするじゃんふわーっとするふわっとしてから大体寝るでしょうで その時にさ、そのなんか考え事をしてるとさ、こう寝る寸前さ、脳がバグって、わけわかんないこと考えるじゃん。寝る前って。なんかさ、すごくわけわかんないこと考えない寝る寸前。頭くるくるパーにならない。だからわかるわかるでしょだからさ、足し算とか、例えばすんごい、 極端 1+1 は2だよなみたいなのをずっとさ考えててこう眠気がマックスになって寝る前ぐらいになってくると 1+1 のすっていう字は中岡と K さんがそこ合わさってるようなやつだから地球の裏側行って確認した方がいいなみたいなわけわかんないこと考えないでも絶対そうだよな地球の裏側に行って。 なんか、五穀米みたいなやつを調べないと、絶対それわかんねえよな。いや、間違いねえよな、みたいな。僕の趣味は、ね、僕の趣味は、それ絶対間違いねえよな、みたいな、あー、みたいになったときに、僕の最近の趣味は、そこで無理やり起きて、その、もう一回反すすること。そこで無理やり起きんの、僕。絶対間違えねえけど、 絶対間違いないけど、一回起きようぜってなって、ガッと無理して起きんのよ。で、起きて、今考えてたことを、もう一回リフレインすんの。そしたら、あれやべえな、わ、間違えねえわけねえじゃん。何言ってんの僕。それが、最近の僕の趣味。無理やり起きる、そこで。そしたら、わけわかんないこと考えてんだよね。嘘だろ、みたいな。 なん古刻米をブラジルでってえ嘘それをさその起きる直前まではもう絶対間違いないしここはそのんなら全部の考えの土台にあることだからここは崩せねえみたいに感じで全ての基礎の考えの土台ここは絶対崩せなくてこっから理論を組み上げていく。 なんか数学でいう、なんだっけ、定理の一つ前にあるやつ。まずは1たす1は2だよね、みたいな。そこは、通とりとか。通りは絶対に崩さないから、証明不要みたいな。そういった考えのベースみたいなところにあるみたいな感じで、思っていることが起きてみるとバカじゃねえの、みたいになるのが、それが趣味。そこのデバッグするのが趣味。で、マジそれ、ほんとやってみ、一回。 計算あの、ね、とかでもそうだしなんか思い出とかが一番面白いんだよねマジでだからたなんか中岡とのなんか昔思い出こんなことあったよなみたいなのも寝る前のバグ状態に入るとだから中岡とキリマンジャロ行ってそのコーヒー豆を摘んでる途中に その穴を掘って中尾が手を入れた中から「スーパーファミコン取り出したあの思い出めっちゃ面白かったよな」みたいなことを寝る寸前みたいなのはあったよなみたいなでもそれ絶対あった間違いないそれ本当今までの人生の中で一番面白いトップ1だよなみたいなそこで無理やり起きんのさガッと。 ガッと起ききんのして起きたらなわけねえだろ <laughs> なんだよそ、地面の中に中尾が手入れたらブスーパーハミッコが出てきた覚えってなわけあるわけねえだろみたいなわ、そこのツッコミをしながらバカじゃねえのとそれがめっちゃおもそれが趣味ハードコイショウドコイショウソーソーランソーランハードコイショウドコイショ you <laughs>